お疲れ様です。今日先生こんにちは。限界突破マスケット女子やってきます。さあ、ついにマスケが進化しましたってわけで、今シーズンでね、クラロワパスで入手できます。ちょっと早速ね、性能紹介していきます。サイクルが2、まあ、3回に1回進化、まあ、迫撃砲とか、まあ、他の4コス系もそうですね。はい、3回に1回かなと思います。で、能力がですね、超遠距離砲を3発撃つことができます。かつ通常の攻撃よりもね、ダメージが高いです。はい、この3発だけね、はい、こんな感じで超遠距離で撃てる。なんでウィザードだったりは、なんだろうね、ファルチェとか、またロケット押しやプリンセスの処理とかにはものすごい優秀かなと思うんですけど、まあ、結局一番前にいるやつに撃っちゃうので、まあ縦カードがあるとあんまりなんかどうなんだろうっていうね、そこ輝けんのかなっていうのはあります。はい、まあ、ちょっとね、早速使いながらね、紹介できればなと思います。まあ、とりあえず進化を回すところからかな。はい、まず生きて帰れるかな、俺これ。生きて帰れそうだな、一応なんとか。ホグいるのかわかんねえけど、ちょっとね。で、まあ、マスケといえば、まあ、2.6 ホグによく使われるかなっていうわけで、今日は2.6ね、やっていこうかな。他のデッキだとなんだろうね。まあ、ボムタワーバルーンとか。なんか、マスケが、今はね、そんな多い環境ではないので、まあ、昔はすごい多かったんですけどね。マスケ、どんなデッキにでもマスケ入れて高回転にしとけば強いだろみたいなあったんですけど、まあ、これを機にマスケがちょっと増えてくれると、まあ、また環境も変わったりするのかなっていうとこですけど、よいしょ。さあ、もう2回出したので、次、進化マスケですね。超遠距離砲かつ通常のマスケット中止の攻撃よりも火力が高いです。はい、まあ、意味がない場合もあるんだよな、正直。このメガナイトにタギがいっちゃうとか、まあ、意味がなくことはないんですけど、まあ、あんま意味がない気はしてます。はい、さあ、ここのマスケが、まあ、3発撃てる。やばいな。で、タワーにはいけません。え、これやばい。インドラをぶち抜きます。まあ、良かったのかどうかもちょっと難しいところではあるんですけど。まあ、良かったかな？良かったってことにしていこうか。ギャング？いや、素晴ら。えめ？あー、で、このマスケの HP が上がってるとかないですね。はい。そう、素晴ら。しかも、見た目がなんか、なんだ、深海にいるカブトムシみたいな。ちょっとだけ、帽子がいかつくなってるぐらいか。っていう能力です。まあまあなんだよな、結局盾がいるとな、貫通とかしたらめっちゃ良くない？もう範囲攻撃になるみたいな。ちょっとだけ貫通してくんねえかな。進化マスケ貫通さえしたらめっちゃ強そうだけどな。攻撃さすがに死ねえのかな。やばい、なんか、まあ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 、いらんかったかもだけど。さあ、遠距離砲がある。いや、これはなんかすげえんだよな。これはめちゃくちゃかっこよさげではあるが、相手の遠距離ユニットが出なきゃ意味がない。いやー、まあ、撃つけどね。結局出さなきゃ守れないんで、撃つけど。これがものすごいいいのかどうかっていうのはね、ちょっと悩ましいんだよね。まあ、通常のマスケット重視自体はね、ほどほどに強いんで、まあまあ。適当にマスク延命しとけばね、相手も苦しいからな。で、これは、攻めちゃうのが良さそう。ファイブ圏内？いいね。よしよし。さあ、これが進化マスクですけど、まあ、初めて。ねえ、こうやった感じはなんか、まあ、パッとはしない。そう、パッとはしないんですけど、結構相手を選ぶと思ってます。まあ、それこそなんだろうね、最近の進化はそんな気がするんですけど、輝く時は輝くけど輝けない時は輝けないみたいな。進化メガナイトや、まあ、なんだろう、進化アイス的な、なんか進化マスケも本当に相手が枯渇デッキとかならものすごい輝きそうだけど、こういうね、え、こういうのよ、吹き矢をぶち抜いたりできる、こういうのには強そうだけど、それ以外にはなんか怪しいよねみたいな。ロケ砲とかね、え、こういう相手
にはキアもぶち抜いてロキホもぶち抜いてができそうなんで、ちょっと強そうだなって気はしてるんですけど、どうだろうな。いやこれ近畿できねえな、大砲に行っちゃってんな。タゲトリマ回してね、どうだろうな。まあさすがにタワーに攻撃できるようにしたら強すぎるし、範囲系にしてもまあ強すぎるしみたいな。これで十分なのかな。なんかこれだけだとなんか物足りない、物足りなくねっていう物足りない感すごいんだよな。3発さあ5発とかじゃダメかな。まあちょっとね、もしかしたらこの試合強すぎてあれかもしんないけど、3発かっていう。別になんか3発でなくなった後もリロードで増えたりみたいなさあったらよりいいんだけどね。そんなこともないのかな。マシンカスケてかスケルトン部隊か、エレキ。いやこれさ幸せだよ、対枯渇に。いいよ。吹き矢ロケット星プリンセス系にはタワーのこのキングルからさ出たのもさぶち抜けるんだろう。おいしい。まあでもナイトとかいるとなマジ意味ねえかんな。それこそ環境のちょっと多いゴブリンシュタインとかにも全然輝けないと思うんで。なんかどうなんだろうじゃあもったいなくてさ出せてないのがもったいないみたいなとこあるよな。進化マスケどうしよう、本当に暇してる。うい、なんかあれ微妙か。来いよ、来た。あーなんかこういうのはちょっとだけ良かったりするよ。しかもワンパンね、火力高いから削って。いやーまあ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 ものすごいパッとしねえな。まあ、もっとマスキぐらいなら雑に冴えてもいいですけどね。ウッドまで行けばもうグッドゲームとかない。一発、おい、ナイス。さあ進化マスケット重視ね。いやでも今回の相手とかには超刺さりそうなのに、超刺さりそうな相手でこんな感じか。あんま進化とか考えずにゴリゴリ出しちゃってもいいかも、いいかもしんないけど、まだわかんねえかまだまだこれからか。さあスケルトンバレル、まあ、一旦なんかマスケで回したいな。いいね、これでもファイアボじゃなくてマスケでちょっと回して、マザネクマジックアーチャーとかに強いね。やべ、微妙な、めちゃんこ微妙なホグになっちゃった。やばい、豚も来る。まあ他で回して、進化マスケね。あーでも施設突破、あ、え、施設突破めっちゃ強いぞ。おいホグからのやっぱ今までさ真ん中のテスラとかボムタワーの突破はねやっぱホグ視点きつかったのを真ん中マスケか、うわ、対施設に対してやばいかもね。これ一番輝けるのがもしかして対施設だったりするかもね。そういうことじゃない、ホグからの真ん中マスケで施設壊してからのファイボウってか、
え、マジそれだな。なんか小物のね、本当に遠距離ユニットに超強くなったとばかり思ってたんですけど、まあ強いとは思うんですけど、それよりも施設か。これだって檻が来るもんね。まあ檻だったらちょっとどこに来るか読めないんであれなんですけど、え、やっちゃう。いや、これやばくない。で、なんか施設が壊れてユニットが絶対来るところを、まあ、読みファイブとかやっちゃったり。うわ、対施設だなこれ。明らかに対施設に強いことが分かったけどみたいな分かっただけなんだよ。いや、マスケいいな。通常マスケが優秀。檻か。もう一発欲しい。いいね。結局このマスケでな、相手が対応してニット全てね、回収できるのが強いよね。さあ行きますか。メガナイトいるとか関係ねえ。ファイブッチョ。ういからのスローで、ういからのやばすぎる。ちょ、マジホフェイダーも結構チンパンなんだよね俺よく言ってるかもだけど、ホフェイダーってね、あれ初めに出してるだけだからな。あれ今シーズンのなんかいかっちいな。タバコ吸ってんのかと思ったわ。ええ、でもすごでもいろんなキャラ出てきたんだけど、なんかおもろいスタンプだな。さあ、マスケちゃんは施設か。いや、でも施設に強いのはちょっと熱いけどね。やっぱホグ、テスラ、まあ、インフェ、大砲系、基本的に施設がねちょっとだるかったやっぱり。しかもこの低めのマスケでさ、施設処理できんならさ、相手もなんか難しいしな、読むに読めないしみたいな、読んだところで感もあるし、なんか施設を延命するためのスケルトンとかを無理やり咲かせられそうで、そこになんか読みでスケルトンとかでケアしてくる読みで、あえて進化マスケをね出さないとか。あー、やだな。ペッカラム、アイスピ、何これ、ロイク、なんか うまそうな顔してる。勘弁してほしい。トリトンか、やばい。ライトニングロイはね、ちなみにめっちゃきついよ。相手のトリトンをさ、マスケファイボで仕留めたり、ワンチャンマジ男すぎるかな。これさ、縦線に行っちゃうのもなんかしょっぱいよな、正直。まあ仕方ないのかな。まあ攻めてから考えるか。アイゴリ来そう。なんで今ので、そっちなんだけ。ファイブ打ってもよかったかもな。まあ耐えること大事だよね。まあライトニング使ってくれたっていい。読みウッドまで行きたかったけど、一発でけえ。今日まる。いや、進化マスケさいつ使うんだこれ。
キル使ったな。うわタゲめっちゃいい。本発ライトニングだもんね。これぶち抜けそう。うわだいぶ打ちよかった。タイブレイクすぎる。なんかいなくなってる。やばい、なんか微妙な防衛した。やべ、待って、やべ、微妙な防衛した。あ、最悪や。全然マスケ活躍しねえし、微妙なことやっちゃったわ。やべ、わあ。うん、持ってねえ。ライト高回転ロイに勝てそうだったのに。いやマジでヘナチョコしたわ。えなとこしたし、マスケなんもしねえし、おい。おい、うわ、ちょっと待ってよ。なんか、進化マスケ、怪しいか。あれ、まあ、ちょっとだけ軽くあるんでね。ユニットの溶かしにはいいのかな。まあ、ややいいぐらいだな。それなら進化アイスピー。それなら深海スピでもいい感すごいんだけど、どうだろうな。ちょっと悩むよね。もし悩むの。マスケまだなんか俺が微妙なパターンもさ、ちょっとあって、俺のマスケの使い方が微妙だからこうなってる可能性もね一応あるんでね。進化助の使い方下手だし。一応あるんだよね。今回のアイテムがゴーレムでさ、進化マスケのベストタイミングはいつダクネ。いや普通にケツゴレからダクネ組まれたら意味ねえもんな。コウモリに3発打っちゃうとかあるよね。なんか怪しくね。これ対ゴレに進化マスケマジで意味ねえか。どうすりゃいいんだろうな。ほんと施設に対してものすごい強い感はあるけど、施設に対してしかない。言っちゃえばコウモリさよなら。よし、いやマスケ強えな。普通のマスケですら十分ぐらい。ファイブ欲しかったけど、ウッドでよかった。いやーホグ強え。さ、進化マスケが一応あるんだけど、あるんだけど、あるんだけどしか言えない。なんだこれ。進化マスケマジ。意味あんのかなこれ。いやまあ、いやまあ、いやまあまあまあ、意味がねえことはねえだろうけどさ、意味がねえことはねえんだろうけどさ、え？めっちゃ弱くない？あれ？思ってたんと違う。だいぶだいぶ弱いな。これ2回に1回進化でも弱いぐらいじゃない。まあ2回に1回、2回に1回だったら2回に1回だからちょっと強いぐらい。
あれあれれそんなもん。まあやっぱクララっていうこのゲーム上基本的に縦プラス遠距離とかが来るもんね。親衛隊プラスロケット方式みたいな。ゲーム上ちょっと縦がいるからあんま意味ねえのか。貫通してくんねえかな後ろに。ねえ、なんか後ろの方になればなるほど火力が落ちるとかでもいいんだけどさ、ちょっと貫通しちゃっても良さそうな。ね、まあそうしたら強すぎるけどね。でも本当なんかそんなんでいい気がしてきた。熱い。待て、惜しいな。これミニペの方に行け。あ、強化来そう。なんかマジ1週間ぐらいで強化来そうな。やばい。まあ本来はこれぐらいがいいんだけどね。本来は。でもここ最近のさ、進化ペッカとか進化ボンバーで考えるとさ、ちょっと弱すぎるか。ちょっとどころじゃねえ。だいぶ弱いか、俺。なんか角一パッとしないかもな。なんか進化アイスピとかもさ、まあ、出た当初本当に弱かったけどさ、それと晴れそうなぐらい弱い気もするよね。まあここで縦剥がしに優秀ですよ。いやーもう進化マスケが何かしたのか分かんねえしな。何かしてたんかどうかもさ知らないよね。お、え、まだ弾残ってたんや。じゃあ何もしてなかったってことこいつ。今のでさ弾残ってることあんの。親衛隊案内ってよくわかんねえ。まあ適当に回してすぐ進化が回るのはいいこと。 2.6 億のね削って削って。いやまあバルキリーとかにもあんま意味ないしな。おお、なんか難しいな。これが進化マスケか。惜しい。一発惜しかったな。でもこれならもうロケット星やさ、マーチャークイーンでいい、いいもんな。めっちゃ入ってるやん。ダガーだから。いや、チョコだな。さあ、高回転。早すぎる。わあ、進化マスケ。がっかりか。まあ、がっかりではあるが。まあ、がっかりではあるがな。まあ、別いいか。いや、まあ、別いいかな。なんか、めちゃくそさ、強いキャラが出てきてくれたら、それはそれで。困るけど、まあやっぱ環境も変わってくれるから嬉しいんだよな。これだとね、別にみんな使わねえだろ、わざわざ進化マスケ。まあ 2.6 ホグ使いでも使わねえだろうなみたいなさ感じじゃない。 2.6 ホグ使いが進化マスケ、進化スケとか進化アイスピでさ、まあ、マスケを使ってくれるかどうかもわかんないな。その進化マスケでね、進化スケアイスピでええやんってなりそうじゃない。まあファイボは打たない方が良かったりもするが、
打ってもいい気もするな。打ってアイスピーくらいでいいか。止まってくれ。いやー、それならスケアイスピーでいいもんな。マジマスケにするメリットなさすぎるな。本当に本当に意味がないか。でも試したいんだけどな。施設、真ん中施設に対してのこれね、マスケで破壊、そこだけ魅力には感じてます。逆にそれしか魅力に感じない。まあ普通に行ってワンチャンドリームあるよこれ。いやなめ、進化マスケか。まあちょっと残念だね。まあ一応その今シーズンかな、中盤かちょっとあんま把握できてないんですけど、その進化大砲もまあ登場するんで、まあそしたらね、まあまた 2.5 ここもちょっと強くはなるかもしれないんですけど。あ、だから施設に対してさ発動しねえのか、タワーに。え、ってかえ待って、そしたら俺がさっきまで言ってること全て無駄になる。何、普通に近距離だったからってこと。タワーに対して発動しないじゃないですか。もしかして施設に対してさ発動しないことはねえよな。あれ、ちょ待って、なんかわけわかんなくなってきちゃったよ。施設に対して発動してくれなかったら本当に本当に弱いことになっちゃうけど大丈夫か。ありゃまあ、じゃあ一回見るか。俺があんなに熱弁してたさ真ん中施設突破がさ無意味になる可能性がある。あ、そうね、クラウンタワーは狙撃できませんなんで、普通に施設には攻撃できると思います。まあでも今んとこマジで微妙だね。だから微妙でもないか、もう弱いか進化の意味はなしてない。ちょっと使い道ありそうだなみたいなぐらいだったらいいんだけどさ、使い道もない何もない。火力もなんかもうちょっと高くてもいいんじゃないかっていうね。高すぎるのかな、そしたら。まあ、ホグ飛ばして考えるか。一応何でもありはする。アイゴルとかあった方がマスケが残ったんだろう。かわいそう。ごめんね。まだこれ、マスケで守った方がさ、進化が溜まるんだよね。そのためだけにさ、マスケで守って、対ラバに対しての進化マスケット重視か。まあ早めにマスケでラバに攻撃できて、ちょっとラバを溶かせるかもね。でも今回墓石あるんで、いや墓石を置かれる瞬間ぐらいに先読みマスケしてからの読みファイボみたいな。熱そうではある。まあ、一旦暇でもしとくか。いやなあめ、このマスケね。いや後ろから出すもったいないかな。まあでこれでちょっとだけラバを早めに溶かせます。おい、かっこいいな。でもかっこいいだけなんだよな。で、これは2周目を回します。いや一発入んの強え。まあデフォのマスケが優秀すぎるな。
まあさすがに。ちょっとコウモリだるいの。あれ。まあファイボでもよかったけど。さすがに。さすがに大丈夫かな。怖くなってきちゃった。まあ、この距離とか斜めだとあれを使わないんだな。あれ、やばい。変に攻撃しなくていい。いらないいらないいらない、無駄遣い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 ではあるよ。でも進化スキが。お？あ？だいぶ無駄遣いではあった。マースケ強いよ。やばいこと起きてる。かわいそうではあるか。いやー素晴らしい。ファイブ打って、いやー進化マスケどうでしょう。いや弱えな、うん、全然いらねえわ。普通のマスケで十分だね。うん、そんな感じです。ちょっと俺の使い方が悪い可能性もまあなくはないんですけど、なんかもう一段階強化入ればね、もっと輝けんのかなと思いました。というわけで 2.6 億円で、ちょっと皆さんも進化マスキ型ぜひちょっと試してみてください。ではお疲れ様でした。またね。